宇都宮市と芳賀町をつなぐ次世代型路面電車 LRT は来年8月の開業に向けて着々と準備が進められていて、来週17日には車両の試運転が始まります。県内初の路面電車、気になるのは交通ルールです。何が変わるのか取材しました。 JR 宇都宮駅東口絹通りに設置された新しい信号機です。赤、青、黄色の3色の信号の横に取り付けられた見慣れない黄色の矢印信号、これが路面電車 LRT 専用の信号です。今月17日から始まる試運転を前に、街行くドライバーたちに慣れてもらおうと、先月29日から宿郷2丁目から陽東6丁目までの4キロの区間で10機が点灯しています。県内で初めての路面電車、気になる新たな交通ルールは、 LRT は黄色い矢印を守って走るんですけれども、その矢印信号が新しくついていきます。ただ皆さん、特に車の運転手の方については、今まで通り車の信号、これを守っていただくというのが重要になります。 LRT は車と同じように信号で交通規制され、矢印が点灯しているときに進み、消えているときは進みません。一方、車は右左折と横断、それに U ターンなどの場合に LRT が走る軌道、つまりレール内に入ることができますが、原則としてレール内を走ることや停車はできません。交差点を右折する場合にはレールの手前で一時停止します。レールを横断している途中で停止することのないよう、右折した先の交通の状況や歩行者などを確認してから進みます。全線新設による LRT 事業は全国でも初めて、多くの県民が初めて LRT と一緒に公道を走行することになり、懸念されるのが事故です。宇都宮市によりますと、路面電車が走る全国27の市と町では年間でおよそ35件の事故が発生しています。中でも最も多い事故は、電車と並走した状態から右折する際に後ろから直進してきた電車に気づかずに接触するケースです。レールを渡る場合には右後方の確認が必要ですが、宇都宮市では右直分離方式を導入、車の右折と LRT の直進を同時に表示しないことで事故を防ぎます。道路の中央には乱横断防止柵を設置し、むやみに反対車線に入れないようにします。また鉄道のように車を遮る遮断機がないため、車線をはみ出た車との事故も懸念されます。特に気をつけたいのが、ここを横断する際ですとか右折する場合っていうのには必ず通ると思うんですけれども、その際は通ることはできるんですが、途中で止まることがないように、まっすぐ走る場合も含めてですけれども、先が詰まっていないかよく確認していただいて進んでいただくというのが大事になります。 LRT は3両編成で、全長は30メートル、高さは路線バスより60センチほど高いおよそ 3.6 メートルで、時速40キロで走行します。17日から始まる試運転では、来年8月からの営業運転に向けて、走行する上で支障がないかの確認などを目的に、 JR 宇都宮駅東口から平井市のおよそ4キロの区間で行われます。はじめは時速およそ5キロの低速で架線の柱や停留場に接触しないかなどを確認、その後時速15キロまで上げて安全を確認します。そして今月21日からは、車両の加速や減速、ブレーキ性能、勾配区間での停車や発車などの確認を行い、徐々に営業運転の時速40キロを目指します。レールと車道の間にはバリケードを設置し、
車などが入れないようにして行われます。芳賀高根沢工業団地までの全線 14.6 キロでの試運転は来年4月から始まる予定です。試運転の方がですね、安全に開業ですとか運行ができるようにこうやっていくものになっておりますので、皆さんもこれまで通りこう交通ルールをですね守っていただいて安全に通行していただければなと思います。